はい、こんにちは、名原です。今日うちの中で撮影してます。よろしくお願いします。はい、東京地方に晴れてますね。雲もあまりなくて、晴天です。気温もねちょっと高くて25度を超えてるようです。夏日のようです。少しねジメジメしてますね。やっぱり夏ですね。夏に近づいてます。まだ夏じゃないんですけど、まだこれから梅雨があるんですけどね。今日は5月の25日ですね。はい、水曜日です。すごくね、いい天気です。明日はちょっと曇りで、金曜日は雨降るみたいなんですがね、まあまあね、いい天気です。今日は、はい、今日のテーマなんですけど、フィリピン移住はもうオワコンなのかってね、こんな話します。はい、僕はね、2016年の10月まで、フィリピンいました。ミンダナオのキラパンっていうところに住んでたんですが、まあ、移住っていうかね、まあ、フィリピンに住もうかなと思ったのは、まあ、フィリピンのいろいろ関わりがいっぱいあったんですけど、そこでフィリピンに、移住するっていうか、まあ、住みたいなと思って、ね、住んだんですけどね。まあ、決め手はね、まあ、すごくね、僕フィリピンが好きで、国が好きで、人々が好きで、ここに住みたいななんて思ってね、考えてね、とうとう移住をするってことに決めたんですが、まあね、その時ね出会った、今の奥さんですね、結婚するってことに決まりまして、まあ、結婚する、つもりでねフィリピンに住んでたわけではないんですが、まあ、結婚するために一度私日本に戻ってきまして、2017年にまた一回フィリピンダバオに戻って結婚してね、現在日本に住んでるんですけど、まあ、今子供が、2歳になるね娘がいてね、日本に住んでますね、3人で家族で。またフィリピンに戻るんですが、うちの奥さんとね、まあ、意見がだいぶそれは一致していて、まあ、うちの奥さんは自分はフィリピン人なのでいずれフィリピンに戻りますっていう形で、僕もね、もう、フィリピンにまた移住、また戻りますという形で、ね、考えています。まあ、子供の、ね、学校とか今保育園なんですが、そのためにね、まだ今日本にいますが、まあ、いずれフィリピンに戻りますけど、まあ、フィリピン移住って、まあ、気軽なのかな、気軽でもない、でも本人のこう一人一人の、その人の、ね、こう超えるクリア度、ハードルとか高さ、その基準によって、ね、全然違うと思うので、それがね、難関なのか軽いのかとかいろいろあると思うんですけど、まあ、その辺でね、フィリピン移住が楽なのかそうじゃないのかっていうのは人によって基準が違うと思うんですが、意外と僕は楽なような気がするんです。僕は、フィリピンのこうビザって意外とお金を出して買うような、まあ、買うって言ったら語弊があるんですけど、まあ、お金を出して取得するってことがね意外と容易なので、そんなに面倒くさくないんですけど、例えばなんかねこう、一定以上の収入がなきゃダメとかそういうのもないし、ある程度の貯金があって犯罪歴がなければもう問題なければクリアできるので、そんなハードルは高くないと思うんですけど、まあでも、これからねワゴンなんじゃないかっていうね話も聞いたりするんですけど、その辺のところをね少し話していきたいかなと思ってます。すいません、先にコーヒーをいただきます。ごめんなさいね、ちょっと喉が変わっちゃったね。今日も MJB のアーミーグリーンです。アーミーグリーンはもう最近みんな飲んでしてないのかな。はい、いただきます。アーミーグリーンもね缶で売ってますからね今ね、コストコとかに行くと缶で売ってるのかな、こんなでかい、まあ、うちは缶じゃないんですけど、袋買いなんですけどね。はい、そんなわけで、まあ、コーヒー意外といいですね。はい、はい、まあ、フィリピン移住オワコンじゃないかという、まあ、こんなお話なんですけど、まあ、結論が言うとね、人それぞれだと思います。オワコンだと思っている人はオワコンなのかもしれないけど、逆に言うと僕はなんかねこれからフィリピンの移住ってもうちょっと住みやすいんじゃないかなって僕は思っています。で今ねこうなんかねこうウイルスのこととかで、閉鎖的になってて今ちょっと経験悪くなったりとか、ね、フィリピン国内でしているので、犯罪が多いって言われてます。で日本人がターゲットになったりとかするってことを聞いたりするんですけど、少しねもうちょっと安定してくれば、観光客が少し戻ってくればね、中の景気がね安定してみんなにお金が回るようになって潤ってくると、犯罪がね減ってくるんじゃないかと僕は思っているんですが、ただねやっぱり今ちょっとね、やっぱりあまり治安が良くないなっていう話はいろいろ聞いたりしてます。で、まあなんで僕がまあこれワゴンかワゴンじゃないかって話をすると、以前よりは多分ねある意味では僕住みやすくなってるのかななんて僕は思っています。ただ物が高くなっているとか物価が高いっていうのも
あの世界的な傾向で、例えばもう今円がものすごく安くなっちゃってるので、結果的に円換算であのフィリピンに行ったりとかして何か買うとやっぱり物が割高だと感じられることがあります。それにまして世の世界的に物価高で小麦の値段が上がったりとか石油製品が上がったりとかいろいろ、あとなんか車が全然買えない、半導体が足りないんで、あのそういうコンピューター部品がないので、そういうのを使っているものがね、軒並み品薄になったりとか中にはなかったりとかして、買うのにお金がかかったりとか、あとまあ戦争が今起こっているので、その段階で物がやっぱり高いとか輸送コストが上がっているってことで、ものすごくねなんか世の中の、循環があんまり良くないような気がするんですけど、でもこれからねフィリピンっていうのはね、またこれから僕また発展していくと考えています。それはなぜかっていうと、やっぱりあの圧倒的にね人が若いっていうのがありますよね。そうするとやっぱり購買力があったりすると内需が拡大したりとか物が売れて、あとまあお金が潤ってくれば、余計みんなお金を使うようになると思うので、それで好景気になってくるんじゃないかなと僕は思っているんですが、あとそうですね、フィリピンの国内のこうインフラとかが、もうちょっと整備されて、もっと整備されてくれば、海外からのこう企業誘致などが増えてくると内需に対して、ものすごく需要が多くなってくる、物は売れますよね。例えば、まあ、日本の、まあ、会社が、まあ、フィリピンに行ったとしたら、まあ、あれですね、フィリピン人の中のコミュニティに日本人がパッと入ってったりするとやっぱりお金使いますよね。そうするとなんかね、そのお金がこういうこう循環するような僕は気がするし、あとまあ他の欧米との企業がまたね、入ってきたりするとね、またで需要が多くなってくるし、あの物が売れるようになって、そうするといっぱい生産ができるようになったりとか、あとあのそこに働いている、フィリピン人たちが、給料をもらって、それをまたお金をこうね使ったりとかするってことができるので、少しいいんじゃないかなと僕は考えていますか。はい、まあ、これからね、まあ、多分住みやすくなるっていう勝手に思い込みなんですけど、まあ、いろいろね、あの、自分の中でね、考えたりしてて、あとね、なんだろう、やっぱり、日本とフィリピンってやっぱり、関わり合い方が結構ね、昔からありますよね。僕が、まあ、なんだろう、一番感じてるのはやっぱり、16世紀とか、まあ、あの辺なのかなと思って、豊臣秀吉の前の織田信長の頃からね、やっぱり日本人がね東南アジアに進出したりとかしてて、そこで貿易をするために日本人の拠点をバンバン作ってたりとかするってことが歴史上あるので、やっぱり関わり合い方が深いし、日本とフィリピンってのは極端な話隣です。海は隔ててすぐ隣、まあ、台湾とかあるんですけど、まあ、ほぼ隣ですね。すぐ船で、行けたんでしょう。まあ、いろいろ問題があって行けないこともあるのかもしれないけど、だから、ね、あの間違えちゃって、魚取ってたら日本に来ちゃったとかフィリピンに行っちゃったっていうことが多分、ね、昔あったと思うんですよ。でそこにまあ住み着いちゃったりとかすることもあるので、全く交流がないとか行き来がないとか全く関係がないっていうことではないと思うので、やっぱりあの親しい国だし、すごくねフィリピン人が日本にたくさん住んでたりとか、日本人がフィリピンたくさん行くっていうのはね、すごくね僕は、関わり合い方やっぱあると思うし、その中でね、なんかこう、なんかこう日本人がこう行く土壌っていうのがあるんだと思いますけどね。で日本人とフィリピン人ってなんかねやっぱ相性がいいと思いますよね。これなんでなんでしょうね、これよくわからないんですけど、日本人フィリピン人大好きですし、フィリピン人も日本人意外と大好きだし、他のあの隣の K 国 C 国よりも日本人の方がいいっていう人が意外と多かったりするのかなと思うんですけど、ただやっぱり、経済的なこう格差で昔やっぱりあのいろいろ、そのフィリピンも恩恵を受けてた頃があったのかなと思って、その時の思い出もあるのかもしれないけど、今ただまあ、C 国とか K 国の方がやっぱり、経済的に関わりが多くなってるのかなって僕思うんで、多数の人たちが、ね、やっぱり日本人より多くたくさん住んでるっていうのが事実なのかもしれないんですが、でもねなんかね、お互いこう意外とウィンウィンだったりすることがあるんですけど、だからまあなんだっけ、フィリピンに、まあ、住むにはね僕は今ねこれから、うん、また世の中が落ち着いてきてね、それはそれで僕はねいいことだと思います。ただ今ね円安なんでね、日本から行くとねやっぱちょっとね割高っていう、まあ、先ほどお話をさせていただいたんですが、ただでさえ物が高い時代に余計円安で物が高く感じちゃってね、あなんかこんな高いんだって思っちゃったりするのかもしれないんですけど、
まあでもそれはしょうがないですよね、僕はこう経済的なそういうバランスなんで、まあだからそういうわけで、まあそれはそれとして、でもなんかねやっぱり住みやすいし、意外と英語圏なんで、少し英語ができれば会話としてはまあ日常レベルでは成り立つと思います。で少しずつね現地の言葉を覚えていって、みんなと親しくなっていけば、僕はねそんなに悪くないんじゃないかと思います。であとまあインフラですよね。でインフラいろんな人、フィリピンに住んでる方といろいろお話、まあ聞いたりすると、インターネット早いよとか、あと停電が少なくなったとか、いろいろお話を聞きます。でこれからやっぱり電気とか、まあ、水道ガスの、そうガスなんでインターネットですよね、そういう面で、少しね安定、もっと安定してくればもっと、海外の企業をいっぱい誘致できたりとかすると思います。で、ボンボ・マルコスさんがこれからね大統領になって、今月末、来月末までまだドゥテルテさんなのかな、でそれで、まあ、政権が交代して、その後にマルコスさんが何をするのかなと思って、僕なんかね原子力とかを入れてもうちょっとね発電を、電気の安定とかをするのかななんて僕思ったりするんですけど、そうするとね余計こう 海外のこう工場をねいっぱい誘致できると僕は思っているんですが、で今なんかね、C 国の方からやっぱり企業が撤退してるような話をいろいろ聞く、名前日本で報道されてないような気がするんですけど、それを見てるとなんかそういう、こう出ていっちゃった、あっちから出ていっちゃった会社がこっちに来てくんないかななんてんで僕思ったりするんですけど、それはいかがでしょうか、ね、アメリカの特に企業とか、そうするとめんどくさくないですよやっぱり。で同じ英語圏ですね、ダメなのかな。だからそういう面でインフラがねちゃんと整ってるとね、やっぱり、ね、それはそれでね、誘致しやすいんじゃないかなと思っています、考えています。でなんかね移住の話と全然関係ない話になっちゃったけど、まあだから日本からまあだから年金もらって、まあリタイアしてリタイアメントビザの取り方とか、まあいろいろ動画出てると思うんですけど、そんなあれ変更になってねえのかな、50歳以上だとね、2万ドル以上の預貯金があってとかっていろいろそういう条件がねクリアできれば全然大丈夫ですし、それでね移住されていかがでしょうかね、そんなわけで、まああとねフィリピン人のね配偶者の方が、いる方もいらっしゃると思うので、将来的にフィリピンに住むとかっていうとねすごく住みやすいですし、とにかくなんだろう、年配の方をね大事にしてくれますねフィリピンって。なんだろう、やっぱり昔やっぱそう日本もそうだったのかもしれないけど、やっぱり年上の方に対してこうちゃんとブレスしたりこうブレスしたりとかしてくれるし、すごくね大事にしてくれるし、やっぱ家族を大事にします。子供たちを大事にして家族を大事にするって、そういうね、本来の人としてのね、こう生活の中での、こう秩序がちゃんと意外と、守られてたりするので、家族間の中で。で、家族一番ですから、やっぱりその中で、ファミリーとしてみんなの中に住んでいるっていうことはね、僕はね、すごくいいと思うし。で、今ね日本ではねこう孤独死っていうのはものすごく流行ってるっていうのはおかしいけど、そういうふうなのことになってることが多いんですけど、やっぱり人間って一人でこうだんだん老人とか年を取っていくと、やっぱりなんだろう、早死にする確率で僕多いのかなと思って、で一人よりもやっぱり家族ファミリーで一緒にいるってことは、何かこうトラブルとかねアクシデントとかがあった時に、発見しやすいし、その後のねリカバリーもすごく楽になると思うんで、やっぱり家族と一緒にね僕は生活するっていうことをね推進というかね進めているんですが、だからやっぱりねなんか日本の今ねこう独居社会とかね核家族化みたいなのを考えると、やっぱりフィリピンで住んでるとかっていいのかなと思って、近所使いね、よくしたりとかね、なんかみんなと付き合うっていうのはすごく大事だし、その人がお金があるお金がないとかそういうことの付き合いではなく、人柄とかねその人の人間としてのねこう付き合いっていうのがねすごくね、重要視されるような気がします。だからまあフィリピンでねこう住むってことは、人間らしさを取り戻すっていう意味で僕はなんかね、いいんじゃないかななんて思ったりしていますが、どうでしょうかね皆さん。バイバイ。はい、バイバイ。
まあ、日本でなんか、お仕事されて技術とかなんかそういう、ね、ものを持っていてフィリピンに行った時その技術が役立てることもあるかもしれません。そういう、ね、自分が磨いたこう技術のようなものを誰かにこう教えてそれを、ね、伝えていくってこともフィリピンの中でできると思いますし、あなたが、ね、こう日本でこう培った経験というのは、ね、誰か他の人に、ね、役に立つかもしれないし、それはあなたが持っているだけでそれが、ね、なくなってしまうというのはとてももったいないような気がするし、日本人の技術とかこうなんかこう工夫の仕方とかそういうのってすごく進んでいて、それを誰かに継承するってことは僕は素晴らしいことだし、そういう面でねフィリピンに行くっていう選択もありなのかななんて思ったりしますけどね。あとはまあ考え方とかね、その人の経験、生きていく経験、人としての経験というのは今とてもね重要視されています。だから何気ないねこう世の中、自分が生きてきてこう今まで培ってきた経験というのはね、それはその人個人のねだけの財産ですし、他の人では、経験し合えない財産というのは多分あると思うので、そういうのをねフィリピンに伝えていくというのもいいのかななんて僕は思ったりしますがね。まあ今日はねこんなね、フィリピン、移住はワコンなのかっていうのは、まあ、こんな話をさせていただいたんですがね、皆さんどういうふうにお考えでしょうか。まあまあそんなわけでね、最後まで見てくれてどうもありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。さよなら、バイバーイ。このチャンネルでは、ね、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてねありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ。